県38年ぶり記録的大雪の日です。おさおさ、普通の人はこういう時は自宅待機。 あそこも車止まってる。あらららら、もうどこでも車止まってる。もうね、ということでこれは見習わないように、雪の日は釣りに行かず家でおとなしくしましょう。そして僕は今からうちのじいさんが家から出れないので、じいさんに食料を届けに行きます。そして釣り行きます。そして釣り行こう。大雪でも釣れたら面白いね。釣れたらいいねってことで、はい、頑張るぞ。せーの、えい。おい、やる気あんのか。あるある、気合い入れていきますよ。何言うのかと思ったら、大雪の日に気合を入れて釣るぞ。せーの、えい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 。はい、ということで着きました。バカですね、こんな雪の中ね。ちょっととりあえずさ、投げてみよう。あ、投げてみるか。うん、何で行く今日。うーん、ワームが良さそうね。フィネスの釣り、うん、ルアーケース全部忘れた。バカチン。俺のワーム使う。スモラバ、それ入ってるよ。それ、いや、右、それスモラバ入っと、トレーラーついてない。あ、ついてるやん。よし、じゃあちょっと投げてみよう。とりあえず投げて、あの辺とかいいんじゃないですかね。 あっちが良さそうね。あれあれ、うん、いい感じ、いい感じ。はい、よ、投げて。あー、来てるよ。氷割るかな。それスモラバ、スモラバ。おいちょ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 、おい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 、凍っとるが。これ釣りできんわ。釣りできんわ、凍っとるわい。ここしかできんわ。流れ込みだけや、凍ってないの。さあ着きました、はい、ここは結構市内なんだよね、うん、初めて来るところ。うん、なぜ来たかというと、じゃん、この男が現れた。またいます、徳ちゃん。ここなんか釣れるんでしょ。釣れます。 2,3 日前もなんか40近くの釣ったという。35ぐらいってことで、まあ冬でも釣れるらしいので、みんなダウンショットでってことで、ちょっとちまちまやっていきましょう、はい、ねちこくやっていきましょう。釣れてます？すげえ。ちゃんとちゃんと釣れてる、釣れてる。釣れがかり多分。釣れてる。氷がきつい。あー、氷やばいですね。いや、わからんすよ。60級のバスかもしれんですよ。すげえすげえ。60級あるかもしれん。バスじゃなさそうですか。バスじゃないって。ナマズでもなさそうやね。なんかね、ライクとかナマズやったらもうちょい首振ってもなさそう。そうっすね。じゃあなんだろう、恋のすればか。いや、バスかもしれんでしょ。バス、絶対バスじゃないですか。絶対バスじゃない。わからん。すげー ドラグ出てる。下手したらでかいヘラかもしれないですね。なんかかっこいいな。走り寄る方にライン貼った瞬間、こんなもん持ってきてないやつ。頑張れ。救急しても大丈夫ですか。はい、あのこっちに行きよってして泣かすか、はい、でこっちに対応して泣かすか、でこう行きよってしょ、はい、でこっちにわざとこうしたら逆に走り出すんですよ。へえ。こっちに行かせたいならクロス。なるほど。ちょっとコンコンしてやる。 逆向きにコンコンしたら、はい、逆に走り出す。はい、今魚。いや、魚は間違いないけど、子犬連れがかりかもって。まず雷魚ではない、バスじゃなさそうって。外れます。今カクンってなった。多分2個かなったやつ。今1個外れたね。カクンってなった。うわ、でも何かちょっと正体を見たいっすね。もしかしたらデカバスかもしれないから。わ、やばい。これパキパキの氷や。そこ、こっちパキパキですか。シャリシャリ。
ほら。ほら。うわー、すげえ。これ怖い。やらかしそう。でかっ。おお、ナイスコイ。太い、やっぱりでかっ。長さというより太いでしょ。外れた。うぇ、でっ、なんか絵みたい、絵に描いたような。ナイスコーイ。そういうことなんだ。おお、マジか、マジか、マジか。わあ、船や、船かよ、船か。あんな、ちょっとびっくりした。船、船。それすれがかりやった。すれがかりやった。でも一点シェイクでかかった。マジ、コンコンって入った。下道フィーバーやん。下道祭りだな今日。下道祭りやね、船と鯉と。もうあとはバスしかいないよ。一緒へ一緒へ。次ナマズライを連れて、その次ようやくバスかもしれんね。しかもこのサイズって。レアさ。テンション上がったけどな。イエーイ、ジャイアントカプリコ。イエーイ、ジャイアントカプリコ。これがいいだよね。よいしょー。やるなぁ、キム。見して。魚。うわ、結構まあまあサイズあるやん。魚。いいサイズやん、これ。魚。ヘラブナやないかい。今日でも下道祭りやね。ムネオくんもヘラブナ、キムもヘラブナ、トクちゃんは濃い。俺だけか、俺。こいつ、イカゲッソリしてる。マジで。あや、見して見して。ナイスセラブナー。臭くない。さあ、ムネオくん、はい、いろんなとこ回りましたが、はい、全てすれがかり。ここで無理だったら、うん、無理っす。やろうねっていう秘密兵器の場所に来たけど、ここで釣れなかったらどこでも無理。今日はすれがかりを3匹見ていただいたということで。でもすれがかり3匹起きるほど頑張ったんだよね俺らね。そうそうそう、朝っぱらからもうこんな時間まで、もうちょっとで日が暮れるぐらいか。まあ、頑張りましょう。はい。え、誕生日プレゼントくれるんですか。誕生日やったとしてね。誕生日です。やっと、ありがとうございます。これなんすか。その10日11日ぐらい前が。ムネオくん、ムネオくんルアーいっぱい持ってけよか。ありがとうございます。やった。さあ、そういうことで、やってやりましたね。やってねえよ。やってやりました。うん、すれがかりやってやりましたね。はい、ここ最後、ここで釣れなかったらもうどこ行っても無理だっていうところに来て、まあ、ここ多分動画でもほとんど使われてない。そうやね。来たら 100% 釣れるから、はい、そんな 100% 釣れると面白くないやん。そうでそこに来たんだけど、まあご覧の通り凍ってますよね。はい。でかろうじてこの奥が、あー、ピントが合わない。かろうじてこの奥がちょっと凍ってなかったので、あそこでやりましたが、でも一回当たったんやろ。当たった。俺一回当たって、徳ちゃん一回、徳ちゃん二回やね。あ、マジ。それはじゃあもうバスかな、すれがかりとかじゃない。もうバスやね、完全バス。うわ、じゃあ釣りたかったね。ショートバイトすぎて加えきれないね。もう一瞬チョンってなる感じ。あのね、綺麗にこう、なんだろう、ほんと端っこの先っちょ加える感じ、うんうん、この先なるほど。食い直さないんだよ。あ、もう一回食って、もうじゃあ、まあ雪の日は無謀ですと。雪が降っても、ね、まあ池が凍るぐらい寒い時は無謀ですと。無謀ですと。すれがかりはあるよと。こっちで初めてじゃない？
佐賀で池が凍ってる、38年ぶりの大寒波らしいから、多分池凍るのは俺ら生まれて初めてぐらいの感じだよね、うん、初めて見た、うん、初めて見たの池凍ってるの、クリークも凍っとったからね、もう川ぐらいから来てんのはマジやね。まあまあそういうことでした、はい、ありがとうございました、はい、すいません